皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、天才ハッカーである、こちらのパーカーを着た少女のフィギュアです。リコリスリコイル、くるみ、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。最強ハッカーのオールナットであるくるみが、7分の1スケールのフィギュアとなりました。来た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 ！ニコリス・リコイルという作品に、くるみという少女が出てくるんですけど、国籍や年齢も不明な家で少女なんですが、その正体はウォールナットという最強のハッカーだったりするんですよ。自身の命を狙う追ってから逃れるために、主人公のチサとヤタキナたちが務める、キサリコリコの身を隠すんですけど、しょっちゅう店の手伝いをサボっていて、スイカをこっそりつまみ食いしたりして、ちょっと、底の悪さがあるんですよ。居住スペースの仕入れにはハイテクマシンを設置していて、そこからハッキングしたり情報を与えて、チサとヤタキナたちの任務をサポートするんですよね。ハッキング能力は超一流で、いかなるセキュリティも突破して、自由自在に情報収集をやってのけられます。その優秀なハッキング能力のおかげで、チサとヤタキナたちの任務の成功率を上げていて、劇中最強キャラと言われてたりするんですよ。自身の興味を持ったものに対しては、どこまでも努力に探求する反面、生活の中ではぐうたらさが目立ちます。趣味はゲーム全般でテレビゲームはもちろん、キッサリコリコで暮らし始めてからは、来店客と一緒にボードゲームをやるようになりました。店が忙しくなると買い出されますが、転んでさらわれるなど邪魔になりがちです。そんなくるみが、今度7分の1スケールのフィギュアで発売されるみたいなんですよ。キッサリコリコでのくるみとの日常が味わえそうです。やりました！おなじみのダボダボなパーカーを着て、畳でくつろいだ姿で立体化されていますよ。くるみのキッサリコリコでの日常のワンシーンを、切り取ったかのように見えてきます。おせんべいをかじりキョトンと見つめる表情は、年齢不詳ながらもあどけなさを感じさせてくれます。お楽しみはこれからだ。ウェーブがかった髪の毛はふわっとしたなびき具合も表現されています。ちょっとした躍動感も伝わってくるのではないでしょうか。トレードマークなオーバーサイズのパーカーは、シワの表現が細部まで丁寧に造形されているので、ダボダボ感が出てチャーミングな仕上がりですね。気分爽快です。存在感のあるオールナットの着ぐるみや座布団、タブレット PC にコントローラーなどが付属しています。各モチーフは自由に配置することができて、キッサリコリコでのワンシーンが再現できそうです。付属しているアイテムを配置していると、ぐるみと一緒に日常を過ごしている気分が味わえるかもしれません。しんどい、星が頻繁に供給くれるなと、あたいしんどい。パーカーからのぐるみのサッシはすべすべで柔らかそうに塗装表現が施されています。この太ももで膝枕をしてもらい、くるみのぬくもりや柔らかさを味わってみたいものです。あぐらをかいていて、パーカーの裾の隙間から直でパンツなのかスパッツなどを履いているのか確かめたくなります。エッチ。タブレット PC の画面にはグラフやチャートなどが表示されています。着ぐるみもあるので、くるみが天才ハッカーのオールナットだと意識させてくれます。付属している座布団などを抜きに単体で飾ることもでき、ちょっとした雰囲気の違いも楽しめると思います。くるみと一緒にのんびりとしたひとときをご堪能ください。時間はあります。じっくり考えてください。こちらのフィギュアの予約は8月5日までです。こちらは2025年1月に発売です。そしてお値段は 24,800 円です。このフィギュアをお迎えしたら、くつろいでいるくるみの姿を SNS などで広めてあげてください。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、そのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。